はい、こんにちは。バーチャンネル前原です。今日はこちらと、こちらですね。仮面ライダービルドのデラックスパンドラパネルブルーと、パンドラパネルレッドです。ということでね、以前発売されていたこのパンドラパネル、それに追加できるレッドとブルーが出ましたね。そうだね。じゃあ開けていきましょう。はい。はい、まずこちらがパンドラパネルブルーだね。うん、すごいね、鮮やかな濃いブルーなんだけど、うん、これ箱にある通りグリスが映ってるんで、多分北斗のボトルをこうしまうようなパネルって考えた方がいいのかな。そうだね。うん、で、これがパンドラパネルレッドだね。そうだね。これも結構濃いレッドになってるね。うん、で、こちら側がローグが映ってますんで、生徒のボトルを入れるパネルなのかな。うん、そうだね。それで、このジョイントパーツがね、6つついてきてて、これをこのパネルの穴に差し込むんだね。うん、で、もう一つのパネルとこう差し込めて、これでくっつくわけだね。はい、そしてパンドラパネルブルーに付属してたのはこちらのスパイダーフルボトルですね。そうだね。ここに雲が描かれてますね。うん、そしてもう一つが、で、これがパンドラパネルレッドについてた冷蔵庫フルボトルだね。そうだね。ここに冷蔵庫描かれてますね。うん、で、この2つはベストマッチみたいなね。うん、音声聞いてみましょう。はい。なんつったかな、冷却の、冷却のトラップマスター、トラップマスターか、ファイタークーラー。ああ、なるほどね。うん、トラップね。うん、で、今ねちょっとここに見えてると思いますけれども、デラックス系のフルボトル今全部出てんだけどさ、うん、ちょっとしまっていこうか。多分ね収まんないね。うん、じゃあそれぞれしまっていきましょう。はい、じゃあパンドラパネルブルーに入れてみました。うん、ほとんど北斗のフルボトルだね。そうだね。はい、これはうまく収まったかな。うん、パンドラパネルレッドにも入れたね。そうだね。こっちはセットのフルボトルと、あとクロコダルとかリモコンとか、この辺も入れてます ね、うん、ね。はい、じゃあこれでちょっとボックス化してみようか。うん、はい、ということでボックス化しました。うん、結構大きい ね。 そうだね。一応ね、あの説明書というか箱通りやったんだけど、その場合はフルボトルが内側になるんだね。すごい多いね。うん、多いよね。結構ね、それで重い。持たせて。うん、重い。重いね。確かに重いね。そうだね。でもこうすると確かにフルボトルが外に出てなくていいかも。そうだね。うん、でもやっぱせっかくなんで外に出そうか。そうだね。はい、ということで外側にしました。うん、はい、じゃあしんくんこれ持って振ってみてください。はい、ああ壊れちゃう。ダメだ。じゃあパパやってみんね。うん、あーやっぱ取れちゃうね。そうだね。でもね、パンドラパネルあるとフルボトルをしまうところがあってすごくいいよ。うん、エイシン君なんかね、この辺にこう置きっぱなしだから、いつも置きっぱなしだから、だからこうやってしまえばいいですね。うん、はい、ということで今回は仮面ライダービルドのデラックスパンドラパネルブルーとパンドラパネルレッドでした。はい、ということで今日の動画が面白かったなとか気に入ったなと思った方は今ぜひ高評価ボタンお願いします。はい、ということで今日のマーティ君ご覧ください。はい、今日のマーティ君、はい、今日はですね、マーティ君と初めてのお外散歩、僕がね、うちの奥さんとは行ってたんだけど、マーティ君僕と初めてお散歩です。どう？おー、あんまり前に行っちゃダメだぞマーティな。紐で繋がれてるからな。はいはい。お、結構興味津々だね。あ、痛い、大丈夫か。はい、ということで今日の動画が面白かったなとか気に入ったなと思った方はぜひいいねボタン、高評価、グッド、ライクお願いします。そして今回のおすすめ動画いつものところに出てますのでぜひチェックしてみてください。それとチャンネル登録、マーティ君あたりをよろしくねということで今回以上でございます。バイバーイ。頑張ったね、マーティ君ね。そっか。